爽やかな風がピッチを通り抜けていきます。フットボールファンの皆さん、お待たせしました。こんにちは、ジョン・カビラです。解説は中西哲夫さんを迎えてお送りいたします。中西さん、よろしくお願いします。どうもこんにちは、よろしくお願いします。インターナショナルリーグ第10節をお送りいたします。これが本日の対戦カードです。キックオフの笛です。両チーム相手の出方を伺っているようです。シュート！キックミスでしょう。さあ、どちらのボールになるのか。主審笛を吹いた。 PK を与えられました。ゴル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 ダイナミックゴール。さあ、もう一度見てみましょう。ドリブル、ここでシュート。スローインです。危険なタックル。シュート、キーパー真正面。Get the deep and do. Awaseta. Offside trap にかかった。Slow in.ワン・ツー、シュート。横にそれてしまった。よく前を見ている。ここで前半終了。前半戦までの途中経過をお伝えします。得点は1対0。さて中西さん、ここまでの試合を振り返っていかがでしたか。そうですね、攻撃ではもっと前線に溜めを作るようなプレーが欲しかったですね。はい、どうもありがとうございます。それでは後半戦に期待しましょう。後半戦開始の方です。
ジャンプ。スペースを見つけた。俺はチャンスだ。後半15分経過。ワンツー。ハーポストを狙ったヘディングシュート。選手交代が行われるのでしょうか。上げてきた。決めることができない。シュート。ふわっと上げる。主審笛を吹いた。キーパーが指示を出しています。折り返した。ここで試合終了のホイッスル。虎の子1点を守り抜きました。さて中西さん、試合を振り返っていかがでしたか。実に素晴らしい試合内容だったと思います。はい、どうもありがとうございました。残念ですがこの辺でお別れの時間です。実況は私ジョン・カビラがお送りいたしました。解説は中西哲夫さんを迎えてお送りしました。中西さん、ありがとうございました。失礼しました。それではフットボールファンの皆さん、またお会いしましょう。さようなら。